クタードクター沢井です。体調どうですか？はい、今回はタイトルにある通りブランド古着だったりとかフリマアプリについてお話ししていきたいと思います。まあ、まずなんでこうなったかっていうと、まあ、ちょっと質問いただいたんですよね。バイマアプリを熟した経験おありでしょうか、バイマ体験談があればお伺いしたい限りですとご質問いただいたので、話せることをちょっと話していきたいと思います。で、僕は10年ぐらいブランド古着のお店だったりとかフリマアプリ利用してます。ルイ・ヴィトンとかマッシュプリームとか正規店で買うこともあるんですけど、まあ、当然プレミアついちゃったりとか買えなかったりする商品に関してはやっぱそういうサイトとかを使うこと多いので、まあ、僕が持ってることを教えていきたいなと思います。早速バイマなんですけど、今までね一回も使ったことないんですよね。実はなんでかっていうと、あの値段は見てるんですよ。バイマは他の僕が使ってるとこと比べると高い印象があるので、だから使ってません。話せないんだけどバイマに関しては そんな感じです。はい。で、僕はあとはメルカリたまに買ったりしますね。掘り出し物みたいのがあったりとか、あの安く出品されてる時もあるんで、え、この値段で出品すんのっていうのがあるから、意外に掘り出し物が多くて、まあ、チェックしてるようにはしてますね。はい。あとブランド古着屋は基本的には僕ブリングさんとリンカンさんを見てるようにしてますね。これはなんでかっていうと、まあ、単純に普通に店員さんが普通に好きっていう店員さんが結構仲いいので、ちょっと近く寄ったらなんか挨拶したりとかするんですけど、僕楽天結構使うんですけど、楽天ポイントがめちゃくちゃそれで貯まるんで、結構買い回したりできたりとかするから、楽天でリンカンさんとブリングさん結構チェックするようにしてます。楽天セールの時とかめちゃくちゃ安くなったりするんですよ。そんな感じ。たまに店舗とか行った時もいいのありますかねっていうふうに聞いてよく行きます。あと買い取りはよくこの2つ行きます。そんな感じです。バイマの体験談はちょっと今回話せなかったんですけど、というかバイマ利用しないからそもそも高いから。俺の中のおすすめは楽天市場とメルカリですね。たまにこう安いのがあるのと、楽天市場は楽天ポイントプラス楽天セール、これがねすごい強すぎる。しかもゲットできなかった商品が出てくる。でもメルカリは偽物があるから、その辺はねちょっとちゃんとねチェックしなきゃいけないので、あのそのあたりの知識はねちゃんとつけないといけないです。じゃあ今回はこんな感じでブランド古着とフリマアプリについて話してみました。じゃあまた会おうな。